はい、こんにちは。今日はザ・ビートルを洗車する、レンタカーだけど洗車する、愛車だけど洗車します。パサートはようやく戻ってくるっていうところで、でこのザ・ビートル、もう 2,3 回は洗車はかけてるんですけれど、今日は手洗い洗車です。でなんと台車レンタカーだけど、結構ね細かいところまで洗っちゃいましたね。ミラーの継ぎ目のところに結構ね、もう多分レンタカー屋さんがね全く全然掃除してなかった、多分継ぎ目のところに泥が溜まっててね、しつこいもう固まった泥が溜まってて、それをブラシ持ってたんでブラシでかき出しました。ブラシでかき出しました。でその他継ぎ目とかにもね、他の継ぎ目とかにもね、なんか細かい隙間とかにもね泥とかがねいろいろなんか挟まってたりなんかしてたんで、そういうのもちょっと取ったりしました。台車とはいえね、ちょっとかなりザ・ビートルさんにはねザ・ビートルにはね結構愛着を感じてるんでね、ちょっと最後ぐらいは綺麗にしてあげようということです。
動画のご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。